別に何も気まずくなんかないけど、なんか用？あの響ちゃんのことバカとか言っちゃったことを謝りたくてごめんなさい。喧嘩越しにあんなこと言っちゃうなんて私らしくないし最低だったと思う。そんなの大きなお世話だぞ。別に喧嘩は沖縄の兄貴としょっちゅうやってたし全然気にしてない。でも忠告とかアドバイスは自分には必要ないから、というのは黒井社長にもらう。いやそれはありえないでしょ。ねえ、黒井社長は自分の恩人だぞ。いろんなことすごく感謝してる。そういえば前にスカウトしてくれたのは黒井社長だって言ってたよね。うん、ほら自分歌もダンスも見た目もこの通り完璧でしょ。だからいつか自分の才能を思いっきり試してみたいって思ってたんだ。うん、すごい自信だねそんな自分にチャンスをくれたのが黒井社長だよ。才能を初めて認めてくれた人なんだ。え？それに自分いつも言ってる通りどうしてもトップアイドルになりたいからね。自分にはどうしてもトップアイドルにならなきゃいけない理由があるんだよ。どうしてもならなきゃいけない理由？うげ、ナムコプロ相手にまた喋りすぎた。またやっちゃった。じゃ自分帰ります。バイバイ。あ、ひびきちゃん、理由教えてくれませんでしたね。はい、どうぞ。はい、なりたいです。響ちゃんと同じくらい。ううん、響ちゃんよりもっと。それが私の夢だし、プロデューサーさんとの約束ですから。当たり前じゃないですか。プロデューサーさんと一緒なら頑張れます。はい。合格おめでとう。テレビ見ていたよ。では結果が楽しみなアイドルランク報告だ。ランクアップおめでとう。だが気を抜かないで頑張ってくれたまえ。ですよね。
これからもよろしくお願いします。プロデューサーさんこそお疲れ様でした。